はい、皆様こんにちは、カブくんです。よろしくお願いします。NHK 杯アイスダンスリズムダンス感想をやっていきたいと思います。まずは、アメリカのロレインとアントン組ですね。アントニーかな。はい、こうなってました。レッツゴークレイジーですね、に乗った派手な演技ですね。65.65 ですね。まあ、本人たちはあんまり満足してなかったですね。追通はレベル4、レベル4。まあ、これはいつも皆さん撮ってますけどね。まあ、最初のコレオリズムシークエンスは結構キレがあったなっていう印象でしたね。はい。得点には満足してません。本人たちはね。次、ここ組ですね。ここ組はこうなってます。はい。ゴーストバスターですね。どうでしょうかね。まあ、楽しい演技だったなと思いますね。ツイズルはレベル4とレベル2が速報値出てましたね。はい。64.12 です。はい。どうでしょう。点数どうでしょうかね。はい。エミリーとイアン、アメリカの組です。この組はすごく良かったなっていう印象ですね。表情も良かったし、キレも良かったし、曲の解釈とかも全て良かったなって思いました。この組も、の方が、良かったかもしれないね。アメリカの、一方のアメリカの組よりもね。ついずれも、近くて良かったなって感じますし、素晴らしい、音楽の解釈で、すごく見応えがあるプログラムでしたね。71.47 ですね。コレオリズムシークエンスも、非常に花丸で良かったなって僕は感じましたね。はい。続きまして、カナダの、マリエとロメイン組ですね。この組最後のリフトは良かったなと思いますね。まあ、あとはかな。71.35。まあ、アメリカの組よりは上に行かないでほしいとは思ったんで、まあ、正直、エミリーとイアノは断然良かったんで、ね、でも点数はあんま変わんないですね。はい。フランスのルイシアとテオ組。この組はね、面白かった。なんか、フンバー言ってますね。はい。中毒性のある曲ですね。パターンダンス、非常にね、よかった。パターン、あれかな、このね、良かったと、花丸で、非常にリンクを大きく使えてたかなっていう印象で、非常に良かったですね。他の組とは一風変わった感じでした。あと、後半特に面白かったですね、曲が。曲も良かったし、踊りなんかも良かったですね。コレオリズムのとこもね、この曲に合わせて非常に面白かったんで、非常にインパクトがある、プログラムで、独創性もあって良かったなって思いましたね。非常にインパクト大きいですね。リトアリアのアリソンとソウリス組ですね。この組、ツイズル、難しい出方というか、まあね、やってましたね。それから途中で、スライドもやっていて面白かったなと思います。これは、コレオリズムではなくてね、やってましたよね。最後のコレオリズムシークエンスも花丸だったんで、まあ、結構そこも良かったなと思います。78.7 して、この組が3位ですね。はい。となりました。次、フィンランドの、ジュリアと、マティアス組、最近注目してますけどね。まあ、リズムダンス 74.66 ですね。最初のツイズル、最初のリフト、ツイズル、カーブ、いいカーブに入ったなと思いますね。まあ、スピードはあるかなと思ったんでさ、ちょっと個人的に前回の方が良かったなってちょっと思ったんですね。減点マイナス1がありました。これは何だろう。下にリフトの、あれかな、タイムオーバーかなんかでしょうかね。74.66 でしたね。コレオリズムの時もちょっとお互いぶつかるシーンがあった気がしますね。はい。まあ、あれは、どうなのかな。74.66 でしたね。まあ、点数、あんま出なかったですね。でもさっきのリトアリアの組の方が良かったなって思ったんで、まあ、そういうことかな。はい。次、イギリスのフィアリブですね。スイートドリーム。いや、もうスイートドリーム、滑りそうなカップルですね。すごい高いレベルですね。スターオベックきましたね。で、そうです。あ、待って。ちょっと待ってや。そうですね。84.93。まあ、高いレベルでですね。まあ、GOE とか速報値見てますと、コレオリズム6点っていうね、高い GOE 獲得してましたね。すごかったね。ロテーションリフトもすごい。あ、これも非常に良かった。最後のリフトもね。ロテーションリフトね。これもすごかったし。ミッドラインもレベル3、レベル3で、しかも PC、
GOE 3.49 でもパターンダンスもレベル3ですね。これもほとんどいなかったですね。うん。ちょっとどこがすごいのかっていうところの、そのレベルの取り方はわかんないんですが、まあ、とりあえず高レベルなのかなっていう。でも、スターオベしてましたね。うん。はい。という感じです。ビットラインステップ始まる前の床の、ね、氷の床でね、あのパフォーマンスするシーンも、ね、見どころがありますね。うん。はい。次、イタリアのギアファブ。フィアギブとギアファブね。はい、イタリアですね。この組も、まあ、派手でかっこいいプロですね。ただ、まあ、後半はちょっと、もうちょっとスピードが落ちたかなっていう気がしましたね。前中盤の方がスピードがあったように僕は思ったんですよ。ちょっと、あれかな。間違ってかな。わかんないけどね。はい。通ずれば良かったと思いますね。ただ、あの、フィアギブに比べるとちょっと技術的なところが、少し点が抑えられてるのかなっていう気がしますね。ミッドラインも3と2ですからね。まあ、これ速報値ですよ。うん。でも PCS はギアファブの方が出てますね。あの、フィアギブよりもね、1点弱ね。うん。PC、テクニカルエミンスは負けてる。うん。85.27 で、ほとんど点差なしですね。うん。はい。というわけで、ギアファブがトップ、フィアギブが2位、点差なしですね。3位が、リトアリアの組ですね。4位が、イリアとマティアスかな。はい。という感じですね。フリーを楽しみにしていきたいと思います。まあ、リズムダンスはね、ちょっと1980年代の曲だから。まあでも、その中で、フィアリブとディアファブと、あと、アリソン、ちょっと違う場所だった。ルーシアとテオ組のプログラムは結構良かったかなって思いますね。まあでも、ゴーストバスターズもね、あれですね。衣装があれですね。まあでも、フリーのが僕は好きだな。依然にしてもね。はい。で、小組は、フリー、確か、西日本大会でちょっとミスがあって、負けたんですよね、確かね。だから、ちょっと次のフリー大会では、フリーではちょっとそこら辺の、モチベーション、なんだっけ、自信を取り戻すところをちょっとね、見てみたいですね。はい。どうもです。